ここも三遊間破りました。2者連続のレフト前ヒット。ジャイアンツが2点を追う試合の流れで早くもチャンスを作りました。この上から投げ下ろしていくこのフォームですが、左中間を破っていくか。センター福永落ちていて、そして二塁に向かう。一気に二塁まで進んでセーフです。センターへの当たり、ウォーカーの果敢な走塁で二塁まで行きました。このベンチも大きく盛り上がるところですけれども、ウォーカーがまたよく判断よく走ってきましたね。そうですね、まあ、一塁で、ね、止まるかなと思ったんですけど、相手の、ね、センターの、ね、体勢と、まあ、そういうのをしっかり見て、いい走塁ですね。まあ、福田もその捕球体勢ですが遅れたわけではないんですけれども、その取った体勢などを見て判断したと。そうですね、力の向きっていうのがレフト側に行ってたので、まあ、力の、入り具合っていうのも、まあ、投げづらいと思うので取ったんですが、ここも初球を打って前に出てきて、どうだ、取ったかと。今キャッチはできていません。ウォーカー懸命にダイブしていきましたが、キャッチには至りませんでした。初球を打って今福田が一塁塁上、今だいぶ飛び込んでキャッチを試みたんですが、どうだったでしょうか。あ、手前でワンバウンド、グラブには収まっていますが、今亀井コーチもベンチから取ってなかったのかというようなそんな仕草もありましたが、わずかなところ手前でワンバウンドしていたようです。